エレンバラ男爵は、連合王国貴族の男爵位。エドワードローが1802年に除されたのに始まる。二代男爵エドワードローの代の1844年に、エレンバラ伯爵に除されたが、一代で廃絶した。エレンバラ男爵位のみ弟の系統に継承されて、現在まで存続している。震ンド進併合を実施したインド総督初代、エレンバラ伯爵。 第2代エレンバラ男爵、エドワードロー法律家で、トーリー党の庶民議員でもある、エドワードローは1802年4月11日に、イングランドウェールズ首席治安判事に就任したのを、きとして、同年4月19日に連合王国貴族爵位、カンバーランド州におけるエレンバラのエレンバラ男爵を与えられた。その長男の2代男爵エドワードローは、 1842年から1844年にかけてインド総督を務め、シンド信仰と併合を強行したことで知られる。インドから帰国した後の1844年10月22日に、連合王国貴族爵位、エレンバラ伯爵とグロスター州における相山の相山、死者に除せられた。しかし一人息子に先立たれたため、この二つの爵位は彼の死と共に廃絶している。 一方、エレン・バラ男爵位は、初代男爵の次男、チャールズの息子である、チャールズ・ローに継承された。彼は1885年に直居を得て、母の実家の加名を加えた、タウリー・ローに改正している。その息子チャールズ・タウリー・ローが四代男爵を継承したが、彼には子供がなかったため、初代男爵の三男ヘンリーの息子エドワード・ローが五代、男爵、ついでその弟である。 セシルローが六大男爵となった。六大男爵以降は、息子から息子への直系相続が続いており、現在の当主は九大男爵ルパートローである。ありがとうございます。